皆さんこんにちは。打率3割30本塁打30盗塁のミスタートリプルスリーの愛称を持つヤクルトの山田哲人選手。輝かしい戦績を持つ彼ですが、そんな山田哲人選手に電撃結婚の噂が浮上し話題になっているようです。今回はそんな山田哲人選手の結婚や恋愛遍歴、ホモ疑惑やメジャー挑戦しなかった理由を紹介していきます。山田哲人選手は兵庫県豊岡市に生まれ、父は兵庫県警生活経済課に勤務し、忙しい仕事の合間を見つけては練習や試合に付き合い、成長を陰で支えてきました。幼い頃から運動神経は抜群、水泳や空手、体操などあらゆるスポーツに親しみ、少年サッカー大会で得点王になったこともあったそうです。野球との出会いは小学2年、転勤で移り住んだ同県宝塚市で公式野球チームに入ると、瞬く間に主力に成長しました。息子の成長スピードに可能性を感じた山田哲人選手の父は、練習や試合に必ず足を運んだそうです。山田哲人選手が高校野球の強豪、大阪府豊中市の社高校野球部に入部すると、家族で同市に引っ越すなど、サポートを続けたそうです。そして山田哲人選手は2010年、ヤクルトスワローズに年俸720万円で仮契約を結びました。2014年に193安打で日本人右打者のシーズン最多安打記録を更新。2015年には打率329、38本塁打、100打点、34盗塁の活躍で、チームを2014年ぶりのセリーグ優勝に導くとともに、MVP を獲得しました。2021、2022年はキャプテンとしてリーグ連覇、国際大会にも多数出場し、WBC2023 での活躍も期待されていました。山田哲人選手はトリプルスリーの達成などで高額の年俸を手にしており、愛車や恋愛ネタといったプライベートな部分も注目を集めているそうです。まずは山田哲人選手の愛車について見ていきましょう。山田哲人選手の愛車はシーズン前に発売される選手名鑑に掲載されていることがあり、山田哲人選手も2017年版の名鑑でギリスの高級車ベントレーと紹介されていたそうです。またファンの方が2021年に撮影した動画でもベントレーに乗っていることが確認できるので、名鑑の時期から逆算すると4年以上も乗り続けているお気に入りと言えるのではないでしょうか。車種はベンテイガで、形式は未確認ながら W12 モデルと話題になっています。ベンテイガは新車だと最低でも2200万円、中古車でも1500万以上という高級車ですが、乗り心地だけでなく安全設計も万全なので、体が資本の野球選手向けと言えます。中には贅沢すぎるという声もあるそうですが、活躍次第で良い車に乗れるという夢を野球少年やファンに見せるということも役割の一つなのかもしれません。そんな山田哲人選手の年俸推移がすごいと噂されています。プロの年俸は今年の成績が来年に反映されるシステムになっており、2015年に初めてトリプルスリーを達成した評価は2016年分の年俸として支払われています。トリプルスリーを達成した年は1億円以上の昇給になっているようです。なんといってもフリーエージェント権を行使せずに7年総額35億円で契約したことが目を引きます。この大型契約は推定年俸の5億円に加えて成績による出来高も加算されるので、シーズンの活躍次第では5億円どころか6億円を超える年俸になる可能性もあると言われています。28歳の時に7年総額35億円という収入を確定させたことは羨ましい限りですが、年俸に見合った活躍をしなければバッシングをされるので緊張感は今まで以上かもしれません。ただ複数年契約を結ぶと成績が低下したり怪我をするパターンが多いので、山田哲人選手には良い意味で期待を裏切って5億は安いと言われる活躍をしてほしいですね。山田哲人選手は活躍が話題になる一方で恋愛ネタにも事欠きません。話題の山田選手に電撃結婚の噂がについて調べてみました。2024年現在、山田哲人選手は独身なようです。結婚相手には縁がないと言われているようですが、裏側では電撃結婚の噂が浮上しています。自分で料理ができないので、
食事は常に外食で済ませている山田哲人選手。スワローズのチームメイトからも、結婚相手に支えてもらった方が野球に集中できると勧められているようです。本人も結婚願望はあるようですが、まだ結婚相手には巡り合えていないようです。過去に何人もの女性と噂になったことがある山田哲人選手。報道によると女好きといったイメージもありますが、モテることは間違いないでしょう。その証拠にアメブロには自らを山田哲人選手の妻だと名乗るブログが存在します。プロフィールには山田哲人の内縁の妻という文字があり、単身赴任ですがいつも応援しているという内容で、ディアー哲人というタイトルで多数の投稿がありました。内縁の妻か彼女なのかと話題になりましたが、実際は山田哲人選手の熱狂的なファンが書いたもののようです。そんな熱狂的なファンがいる山田哲人選手ですが、2024年現在は特定の彼女はいないようです。過去にはなかなか彼女ができないといった発言をしていたこともありました。3度のトリプルスリーを達成したすごい選手で、モテるはずなのにと疑問が残ります。プロ野球選手は忙しいので、なかなか本気の相手を見つけるには難しいのでしょうか。ここからは山田哲人選手がなぜ結婚しないのかについて調べました。その理由としては大きく分けて2つあるようです。1つ目の理由はやはり女遊びが激しいために特定の相手ができないといった点のようです。あまりに女遊びが激しいため、関係を持った女性から週刊誌上で下半身告発をされました。スワローズのチームメイトからもやはりの声が上がっているくらい女遊びが激しいのです。山田哲人選手は親密だった女性を自宅マンションにたびたび呼び出し、性のはけ口に利用していたといいます。したい時にするだけの関係で、山田哲人選手は俺 M だからせめてと言ってゴロンと横になり好意を済ませていました。この女性以外にも呼びたい時には複数の女性に連絡し利用していたといいます。見境ないアグレッシブな山田哲人選手の性格は若い頃から変わっていませんね。これまでも元国民的アイドルグループの女性や女子アナ、タレントらいろいろな女性との交際が取り沙汰されてきました。週刊誌記者の間では巨人の坂本勇人選手以上の女性タレントキラーとして知られていますと週刊誌で報じられています。不満を告発されるなど異性関係はあまり良くないようですね。夜遊びが好きな山田選手はたびたび合コンの様子もスクープされています。2019年のプレミア12出場時も美女との合コンをフライデーされました。プレミア12は苦戦続きで、試合直後は気分転換を兼ねた食事会や飲み会が多く行われたといいます。翌日も試合があるのに午前3時まで飲んでいたというのは驚きです。国際大会は注目度が高いですし、それだけストレスにさらされているという証拠なのでしょうか。2つ目の理由は女性に対する理想が高すぎるといった問題です。山田選手は過去に好きなタイプについてこのように語っています。あまり束縛をすることがなく、料理が上手なタイプ。これだけ見るとごく普通の価値観に感じますが、山田選手の理想が高いと言われている理由は他にあるようです。それは好きなタイプに綺麗な女性ばかりを挙げていることにありました。好きなタイプは石原さとみさん、上戸彩さん、大島優子さん、七尾さん、女優さんと付き合いたいといった発言もあり、面食いなイメージがついたようです。女優並みに綺麗な人で束縛のしない料理が得意な女性はなかなかいないのではないでしょうか。7年契約の3年目となる2023年は4回目のトリプルスリーに挑みたいと意気込んでいます。結婚相手に選ぶならしっかり支えてくれる人が好ましいと発言しているので、相手選びはより慎重になるでしょう。そしてこれまでに山田哲人選手の彼女と噂されてきた人物をご紹介します。女優の川口春奈さん、タレントの熊切あさみさん、女優の大島優子さん、アナウンサーの宮島奈美さん。噂のある歴代彼女は美人ばかりですね。噂になった彼女1人目は川口春奈さん。山田哲人選手と川口春奈さんが噂になったのは2014年のこと。川口春奈さんが神宮球場の始球式を務めた際に、山田哲人選手が投げ方や投球フォームを指導しました。お二人はとてもいい雰囲気で交際しているのではという噂になりました。美男美女でお似合いと感じる人も多かったようです。
山田哲人選手の好きなタイプが正統派の美人女優顔ということもあり、噂は本当なのではないかと思われましたが、その後交際報道などはありません。噂になった彼女2人目は熊切あさみさんと山田哲人選手は2016年にお泊まり愛が週刊誌で報じられています。この時はお互いに仲のいい友人の一人と交際を否定しました。しかし山田哲人選手の自宅マンションで朝まで過ごしたという報道内容を見ると、ただの友達とは言えないでしょう。当時熊切あさみさんは崖っぷちアイドルとして話題になっていました。山田哲人選手との年の差は12歳。結婚秒読みだった片岡愛之助さんを藤原紀香さんに略奪され、深く落ち込んでいました。そんな熊切あさみさんを励ましていい関係になったと言われています。昇進の熊切あさみさんを慰める形で2人が急接近したのではないかと思われます。このお泊まり愛報道後も何度か2人で過ごす場面がスクープされました。噂になった彼女3人目は大島優子さん。2017年に放送をされたテレビ番組の中で、芸能リポーターの井上光三さんが最新恋愛事情として、大物スポーツ選手 Y と元国民的アイドル O が熱愛中であると明かしました。別の番組で山田哲人選手が大島優子さんはタイプですと明言していたことから、2人の交際が注目されるようになりました。その直後の2017年には大島優子さんが休業を発表したため、2人は結婚するのではという噂も流れました。しかしこれは完全なガセネタで、大島優子さんは2021年に俳優の林遣都さんと結婚しています。ネットでは大島優子さんの結婚で山田哲人選手の成績が下がるのではと心配する声までありました。くしくも東京五輪の真っ最中の発表でしたが、日本は金メダルに輝いたので心配は杞憂でしたね。噂になった彼女4人目はフジテレビアナウンサーの宮島奈美さんです。宮島奈美さんは2018年からスポーツ番組スパークのメインキャスターを務め、スポーツ中継も担当をしています。山田哲人選手とは番組を通じて知り合い、その後交際に発展したのではないかと言われています。2019年の春季キャンプにも同行取材しており、なんだかいい雰囲気だったそうです。人気の女子アナがプロ野球選手へのインタビューをきっかけに交際に発展するのはよくあること。山田哲人選手と宮島奈美さんも同じパターンなのでしょうか。何度か一緒に食事をしている姿は目撃されていますが、その後真剣交際には至らなかったのか、2人の熱愛に関する続報は報道されていません。2022年にはガーシーこと東谷義和さんの YouTube 番組で女性関係を暴露され、 Twitter のトレンドに山田哲人選手の名前が上がりました。トリプルスリーを達成した一流選手だけに、プライベートはもう少し慎重に行動してもいいのではとネット記事には書かれています。ところでそんな女性関係の報道が多い山田哲人選手ですが、実はホモ疑惑があるのをご存知ですか。そのお相手はチームメートの村上宗隆選手。どちらも日本を代表する選手として活躍をしており、非常に仲が良いことでも知られています。スワローズが2年連続9回目のリーグ優勝を決めた時には、村上宗隆選手が山田哲人選手を抱きしめる場面もありました。ネットではほぼ彼氏彼女のようなものという声が多数上がっています。山田哲人選手が8歳上の先輩ですが、あまりの仲の良さに村上選手は山田哲人選手の彼女と言いたくなります。女性遊びが激しい山田哲人選手にホモ疑惑を誕生させるほど仲が良い姿がとても微笑ましいですね。最後に山田哲人選手がメジャーに移籍しなかった経緯などを見ていきましょう。野球選手に限らずアスリートであれば、最高峰の舞台でプレーをしたいという気持ちを持つのは当然ですが、自分が行きたいと思ってもオファーがなければ移籍すること困難です。メジャー側からしても日本人選手は挑戦者ではなく助っ人という扱いなので、メジャーの選手に勝っている部分がなければ評価をされず声がかかることもありません。山田哲人選手は3度のトリプルスリーを達成した名スラッガーですが、メジャーのスカウトからの評価はファンが思っているよりもはるかに低いものでした。キャリアハイの38本塁打も神宮は狭いとバッサリ切り捨てており、
日本より過酷なシーズンを乗り越える体力面や内野手というポジションも厳しい評価の要因となっています。ただ山田哲人選手がメジャーを希望しているかどうかは少し不鮮明なところがあるらしく、その時々の調子や気分によって考え方が変わるので、メジャー志向が強いとは言い切れません。残留会見の際にパリーグでプレーしたい気持ちもあったと発言する一方、メジャーについては特に触れていないので、国外移籍は頭の中になかったと見ることができます。結果的に自らの意思でヤクルトスワローズに残留する選択をしましたが、メジャーのスカウトの評価を見る限りだと山田哲人選手やファンにとって最善の決断だったと言えるのではないでしょうか。いかがでしたか。今回はそんな山田哲人選手の結婚や恋愛遍歴、ホモ疑惑やメジャー挑戦しなかった理由を紹介しました。山田哲人選手の今後の活躍や女性関係も注目していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。